はい、こんにちは。三辺が整数な直角三角形。まあ、一番有名なのが3、4、5。で、まあ、その次に有名で、まあ、高校入試なんかでは、こっちが結構よく出る、5、10、2、13と。まあ、こういう、三辺が整数な直角三角形。ピタゴラス数って言うんですけども、三辺が整数でも、6、8、10なんていうのは、これ単なる、これを大きさ2倍しただけだから、あんまり意味がなくて、三辺が互いに素な整数を原子ピタゴラス数って言うんですけど、その原子ピタゴラス数は、まあ、無限にあるよという話と、それを、次々と発見していくっていうか、原子ピタゴラス数は必ずこういう格好をしてますっていう話なんですけども、単に原子ピタゴラス数を次々と発見していく方法は、私中学3の時に自分で気づいておおうと思ったんですけど、A2 乗足す B2 乗が C2 乗。これがまあ、ピタゴラスの定理で、まあこの2つの三角形見て、まあこれはまあ3数連続なんですけど、これとこれ、あ、差が1だなと。まあこれも差が1だなと。じゃあもしも B と C の差が1、すなわち C が B たす1だったらどうなのかな。まあ単に代入して計算すると、B2 乗イコール B2 乗プラス 2B プラス1と。まあ、B2 乗が消えて、A2 乗が 2B プラス1って、これって、B 自然数なら奇数を表す数だと。じゃあ、A に、なんか好きな奇数を入れれば、奇数の2乗は奇数なんで、そしたらそれに対応する自然数 B が必ず存在するね。まあ、ですから3入れればこうなるし、5入れればこうなるし、7入れれば49イコール2B プラス1だから、B が、24。で、C がそしたらそれより1大きい25と。まあ、次々と A に奇数を入れていけば。で、まあ、しかも、隣同士の数ってそれは互いにそうですよね。差が1なんで。隣同士の数は互いにそうなんで、こうやってまあ、次々と互いに、原子ピタゴラス数は無限に発見できるんですけど、ただ、こうやって、ものすごくとんがった三角形しかできないですよね。例えば、まあ、じゃあ、計算暗算できるっていうか、まあ、2乗を知ってる奇数で25の2乗は、625で、そうすると、これ、半分に分けて1差つければいいんで、313と312っていうふうに、まあ、ものすごくとんがった直角三角形しかできないですよね。まあ、とんがったって言っても、まあ、この角度非常にちっちゃいんですけど、人間が普通に登る坂だったら、これでも十分急勾配ですよ。坂道の角度って、普通、まあ、角度ってさ、度とか、まあ、この方使いますけど、普通の坂道の角度はパーセントで表しますよね。で、そのパーセント、25メートル登るのに走る距離はっていうんで、私いつもサインだかタンジェントだか忘れちゃうんですけど、っていうのは、実際に人間が登るような坂って、サインでもタンジェントでもほぼ同じなんですよね。サインだったら313分の25。タンジェントだったら312分の25って、ほぼ一緒なんですよね。これ大体 8% ぐらいですか。3パ20したから。8% ぐらい。8% ぐらいの坂って、ママチャリだったらちょっときつくて、変速機ないママチャリだったらちょっと登るの嫌になっちゃいますね。まあ、ロードバイクだったら 8% ぐらいは、まあ、それでもまあ、ずっと続くと嫌になっちゃいますけど、まあ、激坂って言われるのが大体 12% とかそれぐらいなんですけども、まあ、そういったまあ、人間が登る坂なら急ですけど、実際の図形ではもうすごくとんがった角度しか、直角三角形しかできないんですけども、で、しかもこれはもちろんこの差が1っていう特殊な、数値しか出てこないんで、ありとあらゆる原子ピタゴラス数がどんな格好をしているかという一般的な形としては、A が、M2 乗た、引く N2 乗。で、B が 2MN。で、C が M2 乗足す N2 乗。原子ピタゴラス数は必ずこういう格好してます。もちろん A と B は入れ替えてもいいんですけども。原子ピタゴラス数は必ずこういう格好してますよという話ですね。で、まず、ピタゴラスの定理、A 乗足す B 乗が C 乗で、まずこれの偶数奇数を考えたときに、で、ABC は互いにそうです、ね。互いにそうじゃないと。互いにそうという前提で、ABC はどんな格好してるかというのを考えたときに、まず、両方、A と B 両方偶数はダメですよね。両方偶数は、偶数だったら偶数で、互いにそうじゃなくなっちゃうんで、ダメ。じゃあ、両方奇数はどうかと。両方奇数だと、奇数の2乗は奇数、奇数の2乗は奇数だから、奇数足す奇数で、C は偶数ですよね。そうすると、
両方奇数だと奇数は 2m プラス1のような格好をしていて 2n プラス1の2乗で C は偶数なんだからもちろん、C の2乗が偶数だからもちろん C も偶数だから 2l の2乗と。そしてこれ左辺は4で割ったらこれ 4m2 乗足す 4m 足す1、こっちも n に変わっただけだから4の倍数足す2だから4で割って余り2ですよね。モッド4で。モッド4で2。で、こっちは 4L2 乗なんで0っていうふうに成り立ちませんということなんで、両方偶数、両方奇数はダメですよと。ってことは、片っぽが奇数で片っぽが偶数。で、まあ、対称性から別にどっちがどっちと。どっちかを偶数と固定しても一般性は失われないんで、じゃあ A の方を偶数、B の方を奇数と。すると、まあ、偶数足す奇数だから C は奇数と。だから C は必ず奇数ですと。原子ピタゴラス数の場合。で、じゃあ、A2 乗イコール、まあ単に移行するだけで C2 乗引く B2 乗と。で、ワトソンの積で因数分解して C 足す B、C 引く B と。いうふうに因数分解して、そうすると、B も C も奇数なんで C 足す B、これ自体は偶数ですと。で、C 引く B も奇数引く奇数だから偶数ですと。そうすると、C たす B、偶数なんで、2で割ってもまだ整数ですと。自然数ですと。これ自然数ですと。で、C 引く B も自然数ですと。で、今勝手にこっちも2で割る、こっちでも2で割っちゃったんで、ついつま合わせるために4倍すればこれで、この式と同じ。で、A2 乗なんで、これ平方数じゃなきゃいけないと。で、4は平方数ですよね。4は平方数。じゃあ、これ自体が平方数じゃなきゃいけないと。掛け算して平方数になるには、それぞれが平方数なら、それはもちろん、掛けて平方数ですと。で、それぞれが平方数じゃなくても、形としては平方数、とにかく2個あるものは全部2個あるものを寄せちゃって、別にこれ、素数じゃなくて。2個あるものは、例えば36とか、144とか、いうような平方数と、2個なかったやつ。別に、これも、素数じゃなくていいですと。10とかでも、こっちに2と5がなければ、何でもいいですと。で、こっちも平方数。で、これとこれかけて平方数になるためには、この2個なかったもの同士が同じ数だけなきゃいけないと。こういう格好したいといけないです。かけて平方数になるには、両方平方数か、平方数かける何とか、平方数かける何とかで、で、その、半端もの同士が合わさって平方になんなきゃいけないと。で、じゃあ、もしもこういうパターンの場合どうなるかっていうと、2分の C たす B が M2 乗 P。2分の C 引く B が N2 乗 P。そうすると C たす B が 2M2 乗 P で、C 引く B が 2N2 乗 P。そうすると足し算して 2C が 2P カッコ M2 乗足す N2 乗。で、引き算すれば 2B が 2P カッコ M2 乗引く N2 乗。そうすると2消えて C は P の倍数、B も P の倍数だと互いに素という前提から矛盾しちゃうんで、こういう格好はダメですよと。じゃあ、C、この2分の C たす B も2分の C 引く B も、それぞれ平方数じゃなきゃいけませんね。ということは、この P がなくなった格好ですと。ってことは、この P がなくなった格好なんで、C は M2 乗プラス N2 乗。B は M2 乗引く N2 乗っていう格好。で、これが、M2 乗、N2 乗だから、A っていうのは 2MN という格好になってますと。なんで、原子ピタゴラス数は必ず ABC がこういう式で表されていると。で、MN に関しても、まず MN は、互いに素じゃなきゃダメです。互いに素。互いに素じゃないと、これとこれで共通な約数持っちゃいますからね。M と N が共通な約数持ってると、まあ、それが G とするならば、これにも G、G、G たす G、
G-G が入っちゃうんでダメで、互いにそうだからといって両方奇数もダメですと。もちろん両方偶数はそもそも互いにそうじゃないんで、両方奇数はもちろん11と13みたく互いにそうな両方奇数ありますけど、両方奇数だとこれが偶数、これも偶数になっちゃうんで、そうすると偶数偶数で、でこれももちろん偶数だから、互いにそうじゃなくなっちゃうんで両方奇数もダメなんで、片っぽが偶数で片っぽが奇数で、しかも、共通な約数を持たない互いにそうな数だったら、原子ピタゴラス数が次々じゃんじゃんと作れますということになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。このように、今まで投稿した問題から厳選200問を、問題を見て解いて、で答えはきれいに書いてある、そして映像もすぐに見られるというシステムになってますので、ぜひ概要欄から、購入の方お願いいたします。